ヒバは、ウズベキスタンの都市。16世紀初頭から20世紀初頭まで存在したヒバ半国の首都であった。ホラズム州に置かれ、ホラズム州の州とウルゲン地の南西に位置する。ブハラと並ぶ中央アジアの宗教都市であり、生徒の名前で呼ばれる。綿工業と生徒が町の主産業となっている。ヒバの旧市街、イチャンからは、1991年にウズベキスタン国内で、 初めてユネスコの世界遺産に登録された。メルブから、クフナウルゲンチに至る、対象路の間に存在していた泉を中心に、町が発展した伝承が残り、現在も泉はイチャンからの中で湧き出ている。発掘調査の結果、一世紀にはすでに町の基礎ができていたことが判明している。ヒバの歴史が始まった際、ヒバの最初の住民はホラズム語と呼ばれる、東方イラン語を話す。 アーリア人であったとされる。712年のアラブの征服以降にヒバはイスラーム化する。10世紀に書かれたアラビア語の地理書に、初めてヒバの街の名前が現れる。これらの地理書の中で、ヒバは品枠あるいは廃枠と書かれている。17世紀前半にアムガーの稼働が変化して、ウルゲンチハン国の主得不なウルゲンチが衰退すると、ヒバがウルゲンチハン国の信徒に選定され、 韓国の名前は首都の名前を冠したヒバハンコクと呼ばれるようになる。一時ブハラのジャーン・アサによって支配され、1740年にはイランのナービルシャーの攻撃を受けてヒバは破壊される。ワシリー・ベレシチャギンによるロシア軍のヒバ攻略を描いた1873年、ロシアの将軍であるコンスタンティン・フォンカウフマンがヒバを攻撃し、その年の5月28日には、 ヒバを陥落させられると同時に、ヒバン国は保護国化された。10月革命の後、ボルシェビキの運動に賛同する形で、短命ながらもヒバン国の領域に、ホラズム人民ソビエト共和国が建国された。1920年4月から、ヒバはホラズム人民ソビエト共和国の首都とされた。1920年当時のヒバには94のモスク。 63のマドラサの他に多くのバザールや工房が存在していた。1924年の民族協会確定工作の結果、この国家は廃止、分割されウズベクソビエト社会主義共和国が成立したが、その際ヒバはウズベクに区画され、1938年にホラズム州に編入された。ヒバは2つの町に分かれる。城壁の外側は、 いわゆるディチャンカラと呼ばれる地区であり、かつては11の門が町を守っていた地区である。城壁の内側は世界遺産にも登録されているイチャンカラ地区であり、10世紀には建設されたと言われているレンガの城壁に守られている。現在の城壁は17世紀に遡ることができ、その高さは10メートルに及ぶ。イチャンカラ地区は18世紀から19世紀にかけて、 建設された50以上の歴史的建造物と250以上の古い民家が存在する。例えば、イチャンからに残る金曜モスクは、10世紀に建設されたと伝えられ、1788年から1789年にかけて再建された。ヒバハンコクの時代には、イチャンからには、宮殿、モスク、マドラサ、霊病が立ち、リチャンからには、 職種別に区画された地域に職人たちが居住していたウルゲンチからバス、トロリーバス、マルシュルート化がある地図、Google マップ、ありがとうございます。